つないで YouTuber。 やあみんな、ミースカー、ムースカー、ミッキーマス、ハッピーイースター。タモリさんおるて、もうタモリさんおるのは聞いてへんて。で、今彼女いるの？彼女今いません。だってそんなキャー言われたのに。まあそうですね、キャーキャー言われてますけど、まあ、あの、まあ特に彼女とかは今はいないですね。あ、そう。でも変な話、こういう仕事っていうかさ、こうやってるとやっぱりモテたいっていうのはあるじゃない。いや、もうそれはもうこういう仕事とかそういう問題じゃないですよね、やっぱり。もう男ならば誰でもモテたいっていうのはあります。モテたいからこういう真似やってるみたいなもんですよ、あんな。だからそのモテてるのに彼女作んないっていうのは、まだまだこの先何が起きるか分かんないってこと？まあまあ、そうですね。あとはまあなんかちょっとこう、うん、まあ、結構僕過去の恋愛歴的にその、うん、あの彼女ができると本当にその彼女にめっちゃ尽くしちゃうんですよ、めちゃくちゃ。あ、そうなんだ。で、こう3ヶ月くらいでなんか向こうに飽きられるんですよね、大体僕が。なんかめっちゃこう結構愛情を注ぎすぎてみたいな。なるほどね。アメとムチじゃなくてもアメばっか与えちゃう。アメばっか与えちゃう。だからなんかそれでなんかそれが当たり前になって、なんかそう刺激がなくなって、なんか、うん、飽きられちゃうみたいなのが僕多くて、うん、でその度になんかもうメンタルがやられるんで、でもう配信とかも TikTok とかもそれどころじゃなくなるくらい落ち込んじゃうんで、うん、あんまりそんななんかこうホイホイ彼女作るのよくないのかな。なるほどね。ただいま工事中。村瀬さんの魅力をもっと引き出すためにね、はいはいはい、うちにもね、いろいろモノマネするアニメのモノマネとかをする人がいるんで。あ、そうなんですね。ちょっと呼びますね。はい、ロッキー。いやいや、すいません、ロッキー。いやいや、その呼び方だと犬レプかな。普通に、はい、普通に遠くにいる犬に向けて、はい、ロッキー氏、はじめまして、ロッキー氏、どうします？はじめまして、お願いします。研修の方は、いや、犬じゃないんですよ。あ、犬じゃないんです。犬じゃない、どう見ても。シェパード。いやいや、犬じゃないんです。あ、シェパードなんです。シェパードが犬じゃないんですって言わないでしょ。やっぱりなれば上のクリニックみたいな。いや、これマスクですよ、マスク。タートルネックじゃない。噛みつき防止のやつじゃないんです。いや、犬じゃないんですから。犬じゃないんですよ。あ、いいですか？マウスシールドすればいいじゃん。あ、ちょっとロッキーから質問があるそうですけど。質問。あ、はい。絶対ものまねなんだって。あ、そうですね。やっぱこう、レパートリーがもうめちゃくちゃとにかくすごいんですけど、うん、最近やっぱ話題になってる、鬼滅の刃の中でも、煉獄さんって結構フューチャー、映画で。あ、煉獄さん。フューチャーされてるんですか。はい。はいはい。旬は、旬といえば旬なんで、煉獄さんも聞いてみたいですね。わかりました。じゃあ、赤座とセットで。お、いいですね。ちょっと、やりますね。素晴らしい提案をしよう。教授郎、お前も鬼にならないか？俺はいかなる理由があろうとも、絶対に鬼にはならない。俺とお前では、物事の価値基準が違うんだ。っていう。おぉ、似てますね。映画館にいる。どこの？豊島園の。豊島園の映画館の。ましたよ。お顔はちょっと可愛い感じがちょっとするじゃないですか。でも声の質はなんか低音の美しさがありますね。だから、あ、ありがとうございます。こういうのもありつつ、はい、ミッキーマウスもやるから。確かに、うん、ミッキーと。いや、ちょミッキーと。僕は僕のままでいいんですね。やあロッキー。あは。やあ、村さん、はじめまして。ただいま工事中。最近だと僕が結構よくやってるのが、東京リベンジャーズのマイキーとか。おお、旬じゃないですか。あと呪術廻戦の五条さん。おお、来たよこれ。最近のやつ、これも聞いてみたいですね。それちょっとやらせていただいて、ちょっと。じゃあまずマイキーからいきますね。こん中にパーの立ちやられてんのに、ひよってるやついる？いねえよな。うまい。すごい、そのまんまですね。
この間ね、ワンマン御殿に出てたんだよ。へぇー。あの声優さんが出てましたね。もうもうもう。俺それで初めて聞いた。はい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 。今の感じの声を出せるんであれば、うん、このレパートリーの多さはちょっと納得がいきますわ。あ、そうなんですか。なんですか、オールマイティだと思います、多分。オールマイティ。ちょっと多分、自分の中で少しちょっとだけ変化を加えるだけで、うん、いろんな人ができそうなのか。あ、そうですね。よく、あ、よくわか、よくご存、ご存、わかられるというか。ありがとう。もう出てこなくていいよ。ボケたんですよ。すごいね。いやミッキーカムセもいいの。次ちょっと五条悟を。あ、いいですね。五条悟。呪術廻戦というアニメの。最近映画も呪術廻戦ゼロってやつが始まったやつの五条さんってやつあります。お疲れサマンサ。僕は東京都立呪術高専1年担任の五条悟だよ。大丈夫でしょう。だって僕最強だから。おお、すごい。うまいっぽい。知らないです。知らないけど、うまいね。すごい。わかるよ。っぽいね。とうまいんだろうなっていうのわかるね。うまい、わかる。いや、初めて聞きましたけど。わかんないです。僕だって配信入ったんですよ。僕でいいのみたいな。いやでもすごいわ、声質、だから声優さんになろうとは思わないんですか？いや、なんていうんですかね、やっぱ声優さんになるにはやっぱりその養成所に通って、うん、そこから事務所に入ってっていう、なんかこう、なんていうんですか、僕のイメージなんですけど、声優さんってちゃんと声優の道をたどんないとなれないっていうイメージがあるんですよ。はい、で声優になると割とその声優っていう縛りというか、活動が制限されるというか、やっぱこうアニメ業界って結構いろいろ大人の事情がすごいしがらみが多いじゃないですか。なるほど。そんなちょっとなんか僕の性格的になんか自由になんかいろいろやりたいっていう性格なんで厳しいのかなっていう。普通にもうなんかもしこれで今ないですけど、なんかそのこういう活動をやってて、例えば TikTok が何百万人フォロワーできましたってなった時に、なんかそれは映画のなんかちょっとゲスト出演とかでやってくださいって言われたらもちろんやりたいんですよ。その声優っていう仕事に対してはすごいやりたいなっていう気持ちはあるんですけど、声優になるっていうのってすごいハードルが高いんでちょっと厳しいかなっていう。なるほどなるほど。また今人気あるし、人気ですね、本当に。それからあ、もうその時間？はい、もう、うん、お友達をそろそろ紹介の時間なんですけれども。あ、わかりました。はい。誰か YouTuber とかで、TikToker とか、お知り合いいらっしゃいますか？はい、ちょっと今日のためにちょっと考えてきたんですけど、僕からちょっと指尾さんという、指パッチンの、ポールマッチョですか？パッチンの。絶対違います。ポールマッチョですか？そんな絶対違います。もうお亡くなりになります。指輪さん、指パッチンで指輪です。指に男って書いて指輪です。すごいですね、またこの時代が来たんですね。できるじゃん、聞いただけですけどね。そう、 TikTok のそのフォロワーさんが指輪さん240万人いらっしゃいます。おー、もうこれだけってことですか？そうそう、指パッチンで。はあ。結構最近だとテレビとかにも出てたりしてるんで、はい、結構もう僕なんかよりも全然超有名な方です、はい。じゃあすいません、こちらでじゃあ電話しておきますんで、ロッキー、はい、あの指輪さんに電話して。あ、わかりました、電話します。はい、指輪っていいの？指輪。あ、もしもし。あ、もしもし。あの、コージーとみたんのつないで YouTuber の、私本日アシスタントをやらせていただいてます、ロッキー石井と申します。はい、お世話になってます。ありがとうございます。そしたら今、コージーさんに代わりますので。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。もしもし？もしもし。指輪さん？はい、指輪です。あー、どうも、はじめまして。はじめまして。いやー、実はですね、村瀬さん。はい。村瀬さんからのご紹介でですね、
ぜひ指輪さんに私の YouTube に遊びに来ていただきたいんですが、大丈夫でしょうか？本当ですか？はい。いいですか？僕で本当に。いやー、痛かった、指輪さん。本当ですか？ええーうん。じゃあぜひ、よろしくお願いします。じゃあ私が、じゃあ指輪さん来てくれるよねって聞きますから、はい。ぜひともって答えてもらえますか？ぜひとも。はい。そこはちょっと若干、ちょっとね。はい。はい、わかりました。じゃあすみません、ぜひともの後に指をパチンと一発だけ。はい、わかりました。すみませんけど。大丈夫です。はい、じゃあ、ゆめさん、来てくれるよね、はい、ぜひともお待ちしてまーす。ありがとうございます。はい。楽しみにします。はい。じゃあ、メッセージをいただきますか。わかりました。ゆめさん、指パッチンで、ちょっと、驚かせちゃってください。はい。わかりました。じゃあ、伝えます。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ナスさんでした。ありがとうございました。チャンネル登録してくれるよね。